紹介してくれ。あげてる。ワイの家臣の黒人イケメンなんかはどうかな。おいおい、黒人といえばあのエピソードはくっそ吹いたよな。おいおい、もういい加減にしてくれよ。初めて黒人を見た野村川は肌に墨を塗っているのではないかとなかなか信用せず、着物を脱がせ体をゴシゴシ洗わった。ところが彼の肌は白くなるどころかより一層黒く光ったのだ。バカ野郎。それじゃワイの独断と偏見でイケメンランキングを紹介。バカ野郎、人柄、エピソード、外見、すべてトータルで判断せんかい。ふふふふ、さあ一体ワイは何位にランクインしてるかな。それでは第3位、織田信長。おーっと、いきなりランクイン。では理由を見ていきましょう。織田一族は美形一族。全国ナンバーワン美女のお市の方をはじめ、とにかく美形な一族。体を細マッチョ、俺様系。運動神経抜群、水泳、魔術、弓術、達人クラス。現代でも女性がほっとかないジャニーズ体型だ。信長は毛深いゴリラ系じゃない、ウホ。現代受け抜群、ウホ。ギャップ萌え、残虐で最古なイメージな彼だが、実は真面目、家族に優しい。仲間の侮辱行為は許さない。あと声高い。おい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 、お前、家が燃やすと最古のくせに何がいいやつやねん。うるせえ、戦国のノリだ。第2位、明智光秀。では理由を見ていきましょう。晩年は中高年の輝くアイドル武将明智光秀。実はイケメン、裏切りや密会を好み、残虐で独裁的、暴力を得意として策謀の達人、信長にとどめを刺す。わお。だが薄毛これ。しかし若い頃は貴公子と呼んでいい風貌。あの日本の戦国時代を記した日本史でおなじみルイス・フロイスも、光秀の史上は西洋の王侯貴族に劣らない美形と絶賛。しかし挙げた織田信長に金冠頭とバカにされる。豆知識、本能寺の変はハゲとバカにされ殺された説もある。怨恨説、明智光秀で怒りの復讐。本能寺の変はそう説理由があるらしいな。知ってるやつがいたらぜひコメント欄で教えてくれ。あとチャンネル登録してくれ。いいねも。おっと、1位の発表の前に5位、4位まとめてサクッといくぜ。5位、伊達政宗。理由、眼帯のアイテムが超かっこいい。女子人気抜群の東北のアイドル、独眼竜政宗。ポイント、ゲームやアニメでかなりの確率でイケメン化されているから。豆知識、実は眼帯の傷は一切なし。4位、井伊直政。理由、容姿と優しさが抜群。さらに強い、ただの完璧人間。さらに天下人徳川家康のスレ落ち。いいね。そして家康の超側近の徳川四天王の一人。さらに二人は男色関係。当時は主導といい男色は割と当たり前だった。ただし嫁は共済か。やるのかこれ。第1位、森蘭丸。では理由を見ていきましょう。信長最強の家臣で男色関係。イケメンの二人の BL は女子はキャーキャーもの。理由、気が利きすぎる男。ただベコベコこびへてらうだけじゃあかん。機転利かし、体許し、優しいイケメンはいつの時代も敵なしです。エピソード、みかん。ある時蘭丸がみかんを大量に持ち歩いていると信長はこう言いました。蘭ちゃん危ないよ。わかりました。気をつけるんだよ。5分後。バカ野郎、なぜ殿に注意されたのに転んでんねん。バカ野郎この野郎、信長様に転んでしまうと言われたから転んだんじゃ。逆転の発想、信長の言う通りにしただけだった。つまりわざと転んだ謎の賢さ。家臣たちは蘭丸の気遣い、思いやり、イケメンの顔にびっくりドッキリうっとり。さすがイケメンランク1位やで。
イケメンランキングまとめ。5位伊達政宗、眼帯イケメン、女子受け抜群。4位井伊直政、イケメンすぎて家康の捨て置き。3位織田信長、超絶美系一族でオラオラ系。2位明智光秀、ハゲる前はイケメン。1位堀蘭丸、イケメンの部下はもっとイケメン、気遣い抜群。おいおい、雑なランキングだな。ワイが1位じゃねえのも納得いかねえしよ。まあまあ落ち着けよ。蘭丸が1位で問題はねえけど、エピソードトークがみかんってちょっと弱くねえか。うん、異論は聞かない。何や。おいこら信長、てめえあんときはよくもバカにしやがって。バカ野郎この野郎、こっちのセリフじゃい。やめてください。二人ともさすがイケメンナンバーワン、仲裁も得意だな。さすがナンバーワン小翔だぜ。関連動画は概要欄だよ。概要欄から関連動画あり。あたしひみこ。Sorry.